HostTV.com ロマンス、あの森沢拓也会長が立ち上げ、18年にわたり時代を駆け抜けてきた名店、時代を先導してきた彼らが今再び時代の先駆者として躍り出るために始動した R's Next Generation。ロマンスの人気ホスト佐藤あゆむ、渋谷系イケてる男子の象徴だったメンズエッグモデル出身、若者のカリスマであり象徴的な存在だった彼がなぜホストという道を選び、ロマンスに入店したのだろう。モデルからホストへの華麗なる転身、今まで公表されていなかった佐藤あゆむの真相にカメラが密着する。今回はまず、先日バースデーイベントを終えたこの人に佐藤あゆむの印象について聞いてみた。あゆむさんってちょっとどんなホストか聞きたくて。あゆむと、あゆむとは入店時期がほぼ一緒で、僕が19歳の時に入ってきて、まだ彼は学校に行ってたんですかね。で、その頃っていうのは、もちろんかっこよかったですけど、今のかっこいいってイメージよりも可愛いの方が強くて、だからそういう意味で今かっこいいってなってるけど、すごい成長したのかなと、ホストとして。もちろん人間力の部分もあると思うんですけど、そういうのが今見えますね。第一印象ってどんな感じでした、高田さん。いや、もうね、歩いてるだけでも指名入るぐらいのイケメンだったんで、もうこいつなんかちょっとかっこよすぎて嫌だなじゃあオーラがめちゃくちゃあったって感じですよね。ありましたね。そうですね、わかりました。ありがとうございます。中村代表、はい、よろしくお願いします。お願いします。あゆむさんってどんなホストですか？あゆむはですね、ちょっとこれからのロマンスの命運を握るホストですね。どのあたりが？彼の、すごい成長具合もすごいし、最初入ってきた時で、今どのくらい ?1 年半ぐらいかな、なんですけど、すごい成長してるし、話がね、すごい面白いし、見た目もね、あの通りかっこいいし、カリスマ性もあるし、褒めすぎですか？あと、思うままに豆知識なんですけど、信長さん今また執筆してますよね、ありがとうございます、はい、ちょっと噂でまた第2弾を出すような話になったんで、出すんですか？本ですか？出す予定です。わかりました。買って、また出たら教えてください。佐藤さん買ってもらえますか？また買います前回のちゃんと読んだんで。あ、本当ですか？読みました。この間買ったじゃないですか。なんか感想がありますか？感想とかありますか？今ちょっと撮影中なんで早い時間から大盛況の店内、スマートにかつ親しみやすい姿勢でお客様をもてなす佐藤の犬、昼間の顔から一転、まさにロマンスの顔となる。こうやってさまざまな対応ができてしまう彼の懐の深さは、モデル業を経たからこそ身についた部分が多いのだろう。どこで？この後です。最高だ。あれ、そういうパターンじゃない？さて、行きますか。今のは初回の方の送りを。そういうことです。はい、ああ、間違えた。あとで帰ってくるって言ってない。ここまで密着する。また笑いが起きるな、これ。ロマンスならではの時間、ピアノの生演奏が始まった。店内の雰囲気がぐっと高級感を増していく。
キーラ舞台。はい。俺いいね。いや一番強い黄色しか飲まない。ゴールドって言いましょう。テキーラが運ばれてきた。彼の印象としてお酒の強さを挙げるキャストはほとんどだが、本当に強そうだ。ヤフミです。ヤフミです。新人です。新人です。これもう結構仲のいい仲のいい。そうなんです。いろいろあったんですけど、はい、すいません、新人なんで動きます。いやそこが結構直接的じゃなくて、店内を忙しく動き回る歩み。彼を呼ぶ声はとにかく止まらない。カメラへのサービスも忘れないところはさすがだ。これがあるから気落としてるふりしなきゃいけない。別に八百長じゃないですけど、はい、見事にまあ、送りとか指名とか飲み直したとか、はい、いい感じにいただけた日だったので、まだそんなに飲んでないけどね。2割くらいですかね。2割もいないですね。まあ、ここからもうバンバンいっちゃうんで、はい、本当に今日はまあ、いろんな僕を映していただいて、それ完全にもう、ね、自分自身出してるのがあるので、こんな歩みでよろしければ、一度と言わず二度三度、会いに来てください。今日は早い時間からありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとお客様も待ってると思うんで、はい、ありがとうございます。じゃあまたお店で会いましょう。次週もお楽しみに。ロマンスでは一緒に働く仲間を募集しています。豪華な内装と確立された教育システム、数々のカリスマホストを輩出した圧倒的な知名度を誇るロマンスであなたをお待ちしています。